どうも皆さん、こんにちワームビクトリー、アヘ顔ダブルピース、リュウです。さあ今日はですね、また令和シリーズデッキをねやっていきたいなと思うんですが、今日はですね、万丈目サンダー改め霊丈目ワンダーデッキやっていきたいと思います。霊丈目ワンダーデッキ、まあ、これ入ってるんですけども、こっちはね、出しません。出しませんとか、出せません。何をね、出していくかっていうとですね、こっちですね。こっちの方の、アームのドラゴンレベル5を、出していきます。で、何が強いかってですね、お邪魔デッキ、今のところ、まあ、OCG だと思って強いかっていっぱいあるんだけども、リンクスだったら一番強いの多分これなんですよね。お邪魔マッチング。お邪魔マッチングめちゃくちゃ強くて、これ、発動するとお邪魔カードを墓地送って、お邪魔とアームド持ってこれますと。で、その後に手札に加えたモンスター召喚できるんですよ。効果で。だから召喚権増えてるみたいな感じですね。で、これで、まあ、持ってきたアームドでもレベル3を出すと、これ、速攻魔法なんでスタンバイフェーズとかドローフェーズに出るんですよ。だから、そのスタンバイフェーズにこのアームドラゴンレベル3のそのスタンバイフェーズにこのカードを墓地送ると、アームド5出せるっていう効果を使えるんですね。だからこのカードで速攻その5が出せるみたいなもんですわ。これが非常に強い。で、おじゃマッチングを2連打とかすると2体アームドラゴン立つんで、まあ、それもすごい強いのと、あとですね、これね、そのこのアームドラゴンデッキの、まあ、効果とか打点を補助する役目として、これがすっごい強いです。聖遺物の守護竜メロダーク、これマジで誰やねモンスターなんですけども、万丈目にとっては、通常モンスターを、まあ、手札か墓地から除外して特殊召喚できるモンスターで、ドラゴン族モンスターが自分のフィールド上にいればその数かける500ポイント相手の打点がダウンするんですよ。だからこれ全部ドラゴンなんですね。アームドラゴンレベル3もレベル5もこれドラゴン族なんですよ。だから例えばマッチング2回発動してアームドの段階でメロダーク出すと相手の打点が永続的に1500全員ダウンするんですよ。だからまあ常時分断の壁ってやつですね。これめちゃくちゃ強いです。で、この効果を使って相手の打点を下げた上で、例えばアームドラゴンの効果使ったりとか、まあ普通に殴っていったりとか、まあそういうことができるんで、まあ結構これが強いってことですね。で、要するにこいつらは、ちょっと申し訳ないんですけども、コストです。餌です。メロダークの餌として頑張ってもらうっていう感じですね、この精霊たちは。で、相性がいいカードはやっぱエネコン、まずね、結構大量に展開できるんですよ、ここにマッチングがあればね。で、召喚権使ってない。で、お邪魔たちの故郷っていうこの、カントリーもあるんで、カントリーは、お邪魔手札から捨てると墓地のお邪魔蘇生できたりするんで、まあ、コストになるんで、まあ、これでエネコのコストにしたりとか、あとシンプルに、サイコショッカー出したりとか、サイコショッカーで罠封じたりとかもできるんで、まあ、これはなかなか強いですね。で、もうほんと申し訳程度のこっちバック干渉がもう全くそのショッカーぐらいしかないんで、申し訳程度の、清掃、まあ、これはもう枠の都合であんまり入れられないんですけども、清掃1枚と。で、やっぱ強いのはね、これね、遅いけど、この環境で遅いけど、このカードが戦闘で破壊されて墓地を加えると、デッキからお邪魔カード持ってくれるっていう、このお邪魔ブルー。これによって、お邪魔マッチングとかを手札に加えるっていう動きが、まあ、通れば強いですね。通れば。まあ、通んなかったら、ほんと、おつやって感じです。はい、それでは早速ね、令和の万丈目デッキやっていきましょう。ディオホスタンバイ。1、10、100、1000。ヨメスサンダー、あ、強い。あー、でもこれ打たないな、これ打たないわ、こうだわ。で、これこうしよう。戦闘で破壊してくれるとマジで爆破なんですけどね、戦闘で破壊してくれる環境じゃねえっていうね。お邪魔ブルーをね、ちょっとこのリクルートっていうか、サーチするための条件が少しきついなら、自分で自爆特攻とか、もうちょっとやっぱそのお邪魔チングの性質上少し行きづらいってもあって、若干ね、うわ、伊達殴ってくれるのが一番強いんだけどね。だけどお邪魔カントリーってドヤ顔で言ってセットモンスター殴ってくれるかっていうのはちょっとよくわからないんだけど、まあ、相手の理解度によるというかみたいなところがあるんで、分かり手だとやっぱセットお邪魔ブルー警戒するんで戦闘で破壊してくれなかったりあるんですけどね。普通にセットいいだろう、
セットこれ何デッキだろうな。キュウリだと何があるかな。ゴズミックサイクロン、なるほど。ゴズミックサイクロンでお邪魔カントリーか。なるほど、お邪魔カントリーはまあしょうがないか。戦闘で破壊してくれねえかな。戦闘破壊してくれてすげえありがてんだけど、まあ、それはね普通はいい。なんか癖とかもうなんかあんまりその関係ないから、こっちのデッキ。あー、ブラックマジシャンか。オッケー。で、マジシャンズロット召喚、ロット交換。いいよ。で、ジン、はい、ジンかけ。ジンかけジンですか。いやー、これショッカー引きてえな。ショッカー引きてえ。めちゃくちゃショッカー引きてえ。ジン、オッケー。これ破壊してくんねえから、これ殴ってくれるとめっちゃありがたいんですけどね。殴ってくれるとめちゃくちゃありがたいんだけど。はいはい、ナビゲート。はい、いいよ。ナビゲートはいい。ナビゲートは良くて、で、まあ、殴ってくんないですよね。まあ、殴ってくんないんですよ。殴ってくんないんですよね。そうですね。これはもう本当にナビゲートないにかけるしかないんですけど、私ナビゲートないにかけるしかないんですけど、ナビゲートあったらもうシンプルにされんだ。シンプルにされんだ。シンプルにされんだ。はい、サレンダーの準備しまーす。はい、ナビゲートですか。ナビゲートどうぞ。ナビゲートどうぞ。ナビゲートどうぞ。あれ、あ、ない。あれ、ないかわかんないか。でもこれなんかこう自分のターンでなんか粘るみたいな、まで使わないみたいなやつもいるからなと思いな。まあ今は魔法トラップねえからな、別に自分のターンで打ってもいいという話もあるが、さあこれで殴ってくれる。そこ殴るんだったらさっき殴ってくれみたいな話はあるよ。お邪魔ブルーの効果発動。お邪魔ブラックとお邪魔アッチングを持ってくるよ。さあこれ戦闘破壊のリクルター通った。さあここで、ここでナビゲート打ってくるのか。ここでナビゲート打たれたらそれはそれでされんだよ。さあここまで喋ったのが全部無駄になるか。ここまで喋った、おー、無駄なんない、無駄になんないやつ、無駄になんないやつや。なるほど、無駄になんないやつで、スタンバイフェイズ、お邪魔アッチングの効果を発動。お邪魔マッチングでお邪魔ブラック墓地を食って、さあここでお邪魔マッチングを発動。お邪魔マッチングをさらに墓地に送る。これができたら強いですね。お邪魔マッチングは速攻魔法を重ねかけするっていうパターンね。で精霊持ってきて、兄貴兄貴、そして、効果でモンスターを召喚する。さあ効果でアームドラゴンレベル3を召喚。さらにお邪魔グリーンとアームドラゴンレベル5を持ってくる。そしてモンスターをもちろん召喚していった方がいいな。アドバンス召喚できんな。でアームドラゴンレベル5、レベル3をリリース。いでよアームドラゴンレベル5。さらにアームドラゴンレベル3のモンスター効果を発動。スタンバイフェーズに自分が表側表示存在する場合、手札またはデッキからアームドラゴンレベル5を特殊召喚できる。さあ効果を読んでいる。さあわからない、さあこのモンスターの効果がわかんないようです。闇遊戯選手、まあ、でしょうね。でもでしょうね。だわ、このこのなんかチェーンは何なんでしょうか。ナビゲートだったら多分打ってるんで、ナビゲートではないと思うんですよね。だからこのチェーンは何なんでしょうかね。一体まっ分かんないけど、すげえテンポが悪くなるんで、マジで使うんだったら早く使ってほしい。さあアームドラゴンレベル5を特殊召喚。さあここで最強のモンスターに対応除外して、私はこの世で一番強いモンスターを出していくぞ。さあ手札もしくは墓地より通常モンスターをゲームから2枚除外し、現れよ聖遺物の守護竜メロダーク、新たなるお邪魔モンスター。見よ、これが常時分断の壁状態。相手のフィールド上のモンスターは全て攻撃力は1500常にダウンしている。いけアームドバスター。さあなんか使えよ。なんだそれは。カナディアか、いいだろ。カナディア、カナディア、あ、なるほど。コマンドを入力、左右 AB。 俺様はフィードのモンスター一体をリリースし、貴様のモンスターをパクっていくぜ。なんだなんだ、まだなんかあるぞ。
え、これ通る？これ通ります？これ通りますか？これ通ります？これ通りますか？いや何これ、マジでこれ何このチェーン、これ小ずさいかなんか、これもしかして、あれこれ通る、え通るの、あれ通っちゃう、これ通った、なんか死んだけど、なんだあのカード。さあお相手の方、カーリー渚選手来た。カーリー渚でさ、この前あの占い魔女デッキ作ったんですけどね、カーリー渚のスキルなんかすげえ微妙なスキルしかなくて、なんかもうちょっとこうなんか使いやすいスキルが1個でもあれば使ってたんですけどね。お、来た金次郎来ました。誰とでも合体金次郎、誰とでも合体金次郎が、金次郎が金次郎と合体していく。さ、金次郎金次郎でキメラフレッシャー来た。キメラフレッシャーね、これ融合もね、これも強いんだけど、効果は結構それ、キメラフレッシャー自体は結構強いんだけど、まあ強い、普通にでもこれシンプルに強いが、シンプルに強いが、ここで出しに行く必要もあんまりないんだよな。アームドラゴンで殺しても殺しきれないのでライフが足んないから、メロダーク出せねえし、1700が届かないから、まあ、これは多分死なないと思うんですよね。キメラフレッシャーってモンスター、あの表側のモンスターはあれだけど、あの裏側その処理できないと思うから、これ一回この戦闘破壊してくれると読んだ俺は。キメラフレッシャーは、効果で表側のレベルが自分よりも、自分以下のモンスターを除外するっていう効果を持ってるんで、さあ融合きた、さらに融合きてる。さあアドソンムーブ、圧倒的アドソンムーブ、あー月光感 OK、 手札融合きた。ムーンライト、ムーンライトで、ムーンライト、まあ、キャットダンサーはでも別にそんなに痛くないね、別に大丈夫。さあキャットダンサー100ダメージを食らっていく。さあオジャブルの効果を発動、お邪魔ブルーの効果によってブラックおよびお邪魔マッチングを手札に加えていく。さあそしてその2500のダイレクトアタッカーもらおう、全く問題はない。あとは俺様はあの戦闘では破壊されないとかいうモンスターをサンドバックにすればいいだけだな。つまりよし、最強カード来た、お邪魔マッチング発動、お邪魔ブラックを墓地に送り、さらにそれに支援しお邪魔マッチングの効果を発動、フィールドのお邪魔カードを墓地に送るで、これによってデッキよりお邪魔、そしてアームドモンスターを手札に加えていく、そして効果でモンスターを召喚、現れよアームドドラゴンレベル3、さらに墓地より、あデッキよりお邪魔グリーンとアームドドラゴンレベル3を手札に加え、さらに効果でモンスターを召喚、アームドドラゴンレベル3、そしてアームドドラゴンレベル3の効果を発動、現れよデッキよりアームドドラゴンレベル5、さらにアームドラゴンレベル3の効果を発動、アームドドラゴンレベル5、さらに手札墓地より通常モンスターをゲームから除外し、現れよアームドドラゴンレベルマックスアームドドラゴンレベル5の効果を発動、スピードのカードを1枚破壊する、バトルフェイス、ソラモンスターは戦闘では破壊されないらしいな、サンドバッグありがとうございます。1 10 100 1000、満場。さあお相手の方はヘルカイザー両選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、見せてやるぞ。ザコにはザコの戦い方がある。カード落ちました、セット、あー終了。ハンドバカ弱いですねあしょうがないですね、本当にザコモンスターが、ザコモンスターっていうか、まあ通常モンスターが、残念な通常モンスターが3枚入ってるんでね、それはもう仕方ないですね。本当に激高、黄色を送って融合持ってこられちゃう、やばい、強い、シンプルに強いやつ。まあでも対象取れないモンスターも一応打点下げれば突破できるっていうのは結構その利点だと思うんだよね。そのあれ言うじゃん、あーサーベルタイガーもう打点下げちゃえば1500下がったら結構なんか2000いつなのあれ3600、でも1500下げたらあの2000ぐらいになるか、3体ドラゴン並べたら2000ぐらいになるから、
全然突破できるんですよ。もう全然いける。はいはい、でもそれは守備か。なるほどなるほどなるほど。まあそうだね、こっち守備表示だからあんまり意味ない、殴っても。なるほど、まあちょっと弱いな、ハンド、ハンド弱いな。メロダークで破壊したところで結局多分あんまり意味ないんだよな。あんまり意味ない、あんまり意味ないか。一回ちょっと伏せて様子見ますか。まだ焦る段階じゃないと思うんだよね。まあこれ多分アームドドラゴン行ってメロダークコストに捨てて殺してもいいけど、それやったところでライフ削りきれないしな。なんか融合の使い手がなんかあるよね、多分ね。で、こうして、で、俺は多分だからマッチングか、そうだな、エネコンか。エネコンだな、エネコンだな。ミスラ、なるほど、ミスラすごいかばきな、ミスラ。なんかね、俺なんか嫌な予感してきた気がするわ。嫌な予感がしてきた気がするぞこれ。はいはい、これ嫌な予感してきた気がするな。ミスラ、俺ね昔ね作ったことあるんですよね、そのムーンライトキャットダンサーで5回殴るっていうのがあるんですよ。これミスラ入ってた気がするんですよね。はい、まあそれはいいですね。はい、いいですね、いいですね。それはいいですね。これやばいですね。これもしかして、これもしかして、もしかして、これもしかして、もしかするやつですか。もしかして、もしかするやつ、これ。あやばいこと起きた、やばいこと起きた、やべえこと起きた。